扇木竹川、丹子金門原竹阿門の原竹繋い口目に属する、きのこの都賀の一つである。古実体は茅竹型あるいは歪んだ海状をなし、後者の場合には底部に、痕跡的な柄を有し、小型、またはむしろ、大型、傘の表面は平滑もしくは、綿毛状あるいは、粉状を呈し、多少とも粘性を有することが多いが、稀に完成である。 胞子を形成する部位である。史実創卓は、かやたけ型のものでは、ひだ状で、稀に花だしく分岐、噴合して、やや迷路状を呈することがあるが、完全な観光状となることはなく、個々のひだは、むしろ厚くて、やや素あるいは著しく素、柄に著しく死でなし、老質あるいはややゼラチン質でしばしば生クラエン、灰色ないし塩梅褐色を呈する。小実体がをなす場合には、 死実創卓は成熟しても露出することはなく、不規則な迷路状あるいはスポンジ状となる。肉は白色、または夕色を呈し、柄が発達する場合、その中央部が太まるかあるいはほぼ上下胴体で、時に上半部において粉状、もしくは下半部がゼラチン状の皮膜に覆われ、中味である。外皮膜は膜質ではなく、顕著な壺となって残存せず、 繊維状ないし、綿毛状、もしくは著しく、ゼラチン化し、あるいは稀に粉状、または粒状で、傘の表面や柄の下半分を覆う。内皮膜も発達が悪く、明らかな、粒を生じることはなく、綿毛状で、痕跡的もしくはほぼ完全に欠けている。宝諮門は暗黒褐色から暗赤褐色ないしほぼ黒色を呈するが、時にオリーブ色を帯びることもあり。 多くの場合には乾くとやや赤みを帯びる。胞子は一般に、長径で長棒水状内し長円登場をなし、一皮が強く変をされ、発芽子をかき、じめ登場となることはなく、表面は平滑でコットンブルーによく染まり、要素溶液で染色されないかもしくはかすかに、赤葛色となる。端子器は通常は4個の胞子を生じ、少なくとも、成熟時には細長く伸長する性質があり。 能動的に胞子を射出するかもしくは射出しない。シスチジアは、しばしば油状の内容物を含んでおり、時に部分的に細胞壁が飛行しており、その外面は、栗色内脂赤葛色の樹脂状の沈着物に覆われている。脂実脂託の実質は、通常は、菌糸が、膝の面に平行に配列した狭い中軸層と、それから分岐し、膝の円に向かって、 左右に広がりつつ、V 字状に配列する禁止群とから構成された三階型の構造を有し、この両層の間には密に絡み合った禁糸で構成された厚い組織が存在する。古実体の構成禁止には、カスガイ連結を書く場合と備える場合とがあり、後者の場合でも、古実体のほぼ全体で、カスガイ連結が認められる場合と、傘の表皮層や柄の基部を覆う禁止の層のみに、 限定される場合とがある。菌種はしばしば要素溶液であん青色ないし、暗脂色に染まる性質があり、種によってはシスチジアも定食を示す場合がある。マツカの様々な樹木との間に外生菌根を形成して生活するものと考えられていたが、最近、ほぼ全ての種がイグチ類の菌に寄生する性質を持つことが明らかになった。クギタケ族の菌はイグチ類の中でも、 末族の樹木と外星金根を作るヌメリーグ地族に特異的に寄生するとされ、寄生する側の国竹属金の種と寄生される側のヌメリーグ地族の種との間にはかなり厳密な取得異性がしばしば見出されているという北半球の温帯から寒帯にかけて広く産し、亜熱帯地域においては信用樹林が成立している高地を中心に分布している。また、 南半球では、人為的に導入されたマツカの樹木の植林地に、発生し、幾菌類の一例として扱われている。全ての種について調査がなされているわけではないが、個実体には、ゼロコミン酸及び、ボビキノン類など、イグチ属やヌメリーグチ属などの所属種と共通する化学成分をしばしば含有している。ヒダを備えたタケ型の個実体を形成するものでは、 あるが、系統分類学上では、イグチ目に属する。個実体に、イグチ属やヌメリーグチ属の菌と共通する化学成分を含有していることも、この位置づけの根拠の一つとなっている。旧来の概念によるヌメリガサかヌメリガサ属とは、史実相卓の顕微鏡的構造においている似が見られるが、校舎では、胞子は決して黒色。 黒か主食などの濃い色調を呈することはなく、通常はシスチジアを各く点で全く異なっている。一方、日田畑家に置かれる日田畑族や、井口家に所属する木日ダ族なども、イ地類との類縁関係を有する金群であり、古実体の外観などは、釘ギ族に類似するが、共に、法指門の色調が、より明るく、外星金魂を形成する樹種が、 マツカに限定されない点で区別できる。タ竹属は、トガのタイプ属であり、タイプ種は白ノのくタケである。傘の表面や柄の下半部には分厚い粘液層が形成されている。小実体の組織中には、要素溶液で暗青色ないし暗脂色に変色する、アミロイド性菌種が混在しない。世界で17種産変種が記録されているが、 分類学的概念がはっきりせず、再検討を要するものも含まれている。釘竹族のタイプ種は、釘竹である。元は、扇竹族の中に設けられた三つの亜族の一つで、あったが、傘の表面の外皮膜層が、ごく薄く、著しくは、ゼラチン化しないことや、古実体の菌子が少なくとも、部分的には明らかにアミロイド性を示すことによって、分離され、独立族となった。 世界で約20種が知られている。シスゴメファスはタイプ種であるシスゴメファスハンブロティーシングのみを含む。小実体の外観は、フサクギタケのそれによく似て、一時はフサクギタケとご同定されたほどであるが、外皮膜が球農場の細胞で構成されており、傘は全く粘性を持たない点で区別されている。C ハンブロティはパリ郊外に植栽された。 新用樹の樹下で採集されたものであるが、日本国内はもちろん世界のどこからも二度目の採集記録は報告されていない。また、タイプ標本も所在不明である。なお、宿主の新用樹については、原記載においても樹種は明示されていないが、おそらく、フランス国外から移入されたと推定されている。ゴンプホガスターはタイプ種であるゴンプホガスタールコサークス。 OK ミラーだけからなるハラキン型の属で上下にやや潰れて歪んだ海上の小実体を形成する。小実体の内部には立体的な迷路状に変形したアワーバイ褐色の手術装卓が形成され、白っぽい柱軸が小実体の底部から上部へと手術装卓を貫通する。シスチジアは細い足上部を備えたコンボ型をなし、小実体を構成する菌子には、 カスガイ連結を持たない。はじめは、ブラウニエルラ族に置かれていたが、個実体の組織の中には、アミロイド性の原子が全く含まれない点から、独立した一族とされ、現在では、むしろオオギタケ族に、類縁関係が深いものであると考えられている。なお、ブラウニエルラ族は、古くはオオギタケ家に所属するハラキン型の一族として、独立していたが、 分子系統学的解析の結果、釘竹属に併合されて、現在では廃棄されている。今までのところ、有毒性が確認された種類はない。ただし、食用キノコとして重視されるほどのものもあまりなく、商業的にもあまり重視されていないようである。ありがとうございます。